進撃の巨人、エレン。最近わかったんだけど俺は結構普通なんだよな、についての反応集。自分が普通だと思い込んでる巨人。普通じゃなさすぎる。いやー、特別な親父を持って生まれただけで俺って全然普通だわ。狂犬ぶってる生まれつきの狂人来たな。普通の人はこんなこと言わない。目つきが普通じゃない。子供の頃からすでに普通ではない。ヒストリアとパリパリしてからすっかり普通じゃなくなってしまった。人の形をした有害な獣を駆除するのは普通じゃない。一般的に言って9歳で殺人を経験しているようなやつを普通とは言わない。この辺だけはエレンが唯一自由だった時期かもしれない。初期の兵長に巨人とか関係なくやべえやつって言われてる生まれながらの狂人。子供の頃からどう考えても特別で普通じゃないし、なんなら9歳で強盗を視察してるのに自分は特別じゃないんだって病んでた時期があるのがわからない。サイコかお前は。自由じゃない環境に極度のストレスを感じていて、相手の自由を奪えるほどの力がない自分に病んでたのかもしれない。時代や環境のせいじゃなく、もともとイカれてた。お前が始めた物語なんだよ。エレンは巨人の力がなかったらそこら辺の人間と大して変わらない。ただ復権派で王家と結婚した進撃の巨人の継承者の父親の息子なだけで、巨人の力がなかったら巨人に食われて死んで死な。9歳の時点で数人殺してるんですけど。それは特別というより異常だな。空を眺めるだけだった無気力な子供を目覚めさせたのはアルミン。なんか悟ったような顔して言うセリフことごとく自分で否定する主人公。さすがのお兄ちゃんも低レベルで特別だよ。もともとかなりヤバかった自分の力を信じて最近は開き直ることにした。幼少期からすでに干渉を受けていたっていうならまだ納得できたんだけどな。スタンドアローンでイカれてるからな。人間に似た姿のケダモノクジョはちょっと言い訳できないよね。戦え。仕方ないってやつだ。兄は7歳で両親を密告して楽園送りにして、は9歳で強盗を刺し殺しました。悪魔の一族かよ。グリシャ、お前の家の教育はどうなってたんだ。ジークはいつも誰かに影響されてるけど、弟の方はいつも進撃してるな。まあその弟も結局生まれた時からなんかじゃなく、アルミンに外の世界の素晴らしさを解かれて影響されて目覚めたんだけどね。人殺しの極悪人だから殺しても心が痛まないっていうのは、グリシャが妹を惨殺したハゲが巨人に食われて斬死した時、全然面白くないよ、あいつの悲鳴は聞くに応えなかったっていうのと真逆だよね。人の姿をしたケダモの発言を聞いた時、グリシャはおうってなったと思う。どこまで真面目に受け止めていいかわからんが、アルミンに不自由って気づかせられなければスクカーの何にもない普通の少年だからな。エレン、血を見るのに抵抗がなくて根性はある普通の少年医者にはぴったりかもしれない。教官がエレンパパに息子にも呪いをかけるんかっていうシーンがものすごくひどいシーンになってしまった。どうか頼む、関わらないでくれ。グリシャは頭グリシャだし、ジークは頭ジークだし、エレンは頭エレンだし、どこから手をつければいいのかわかんねえな。グリシャ父は収容区エルディア人の鏡みたいなモブ思考だったのに、グリシャの代行から急に血筋がおかしくなった。グリシャほど作中で評価欄高く出したやつはいない。アルミン、イエーガー先生がそんなこと自分の意思でするはずないよ。何か理由があるはずだよ。正解でした。お前はパパに洗脳されてるんだ。お前がパパを洗脳してたの？パパ、大好き。はひどいよジーク、いやひどいのはエレンか。クルーガーの言った通り、あの一件さえなければ親の仕事継いで結婚して普通に人生を終えてただろうね。グリシャでもそうはならなかった。立て戦え。凡人かもしれないが過去の話だ。革命編の直後なら普通だったかもしれない。異常者の群れの中で自分だけは普通みたいな妄想。異常者の中で自分一人だけ普通なのは逆に一番異常なやつってことだぞ。特別というか得意とかキーとかそういう言葉が似合う。リヴァイ班死ななければ仲間っていいなってなって進撃の悪化しなかったかも。でもね、リヴァイ班が死なないための選択は仲間を信じず自分が巨人化するって選択なんですよ。生まれた時から進撃してるやつは違うな。本当に気持ち悪いよ。お前が俺が気持ち悪いと思うかどうかは俺が決めることにするよ。最近わかったんだが、俺は結構普通なんだよな。狂人欲張りセットやめろ。ライナーの曇りが鬼ガビガビだ、ハハハハしてた俺は結構普通なんだよな。まさかミカサとエレンのやべえ評価が反転するとか思わないじゃん。最初は、まだ兄と戦うのを躊躇してるの？尊重できる命には限りがある、とかミカサの方がやばい描写が多かった。完全に逆転したな。初期ミカサ、読み返すと強すぎて笑っちゃうわ。でもあれもエレンを守るために無理してたんだろうな。その必要もなくなってから、結構普通になったのはミカサだった。
初見の少年に人さらいから助けてもらうまでは生まれも育ちも価値観も普通な強化人間の少女と、前科は異常だけど、クソみたいな環境のせいで反骨しただけの感性は普通な元異常者から生まれた。生まれも育ちも割と真っ当だったのに自由じゃないのが絶対に許せない新生異常者だからな。後者は面構えが違う。それなのに違和感が全くないのはすごいね。読み返してみると初期の頃からエレンは全く変わってない。状況が変わった結果らすごすになった。やっぱ地ならしするまでに追い詰めた世界があかんな。エレン本人は時代や環境のせいにしないライナーに感銘を受けて進撃をしてるけど、面白いほどエレンの人間性って最初から一貫してる。その上で仲間たちの激励を取り入れるだけの柔軟性と成長性も持ち合わせてる。主人公のくせに何度もさらわれてお姫様かてめえはと言われていた時期が懐かしい。この世界に生まれてきてくれただけで特別だからセーフ。偉大なる母、やっぱカルラって神だわ。サンキューカルラ。ガチでヤバいやつは自覚がないらしいな。結局エレンがしようとしていることは人さらいを殺した時の希望で隠しただけなんだろうな。少なくとも本人にとっては。いや、その頃とは違うと思うぞ。今は相手が悪いではなく、相手も仕方ないけどこっちも仕方ないからって思考だから、いや実際にやれちゃうのはやっぱおかしいんだけど。エレンは今は仕方ないと考えてないと思う。ライナーとの対談で仕方ないよな、お前辛かったよなって言ってたけど、そこでライナーが俺の意思でやったことだと言ったことで仕方なくじゃなくて自分の意思で進むと覚悟を完全に決めたと思う。仕方ないってすごい受け身で不自由だからな。ライナーの俺のせいは罪悪感に耐えかねて出たものなんだろうけど、エレンはそれに哀れみとか誠実さとか美徳ではなく、自由に生きたいっていう意志を感じたんだろうか。そもそも普通の人間が9歳で人殺しできるわけないじゃん。エレンの普通がどんなのか気になるレベル。話すことはないだろうけど、あの時の話を詳しく聞いたらアルミンドン引きするよ。百歩譲って誘拐犯を殺したのは子供ゆえに加減を知らない潔癖すぎる正義感からの行動ってことで納得できなくもないけど、それで有害な獣を駆除したなんて普通の9歳児は絶対に言わんよ。エレンは特別じゃない、思ったよりは普通、普通のボーダーは思ったよりは高かったって言ってるので、別に自分が普通とは思ってないんじゃない。強いて言うならみんな何かぶっ飛んでてぶっ壊れてるところがあるのが普通だし、無力さイジョール普通さなら、まあエレン個人は無力なところはあるよ。無力に甘えなかった向上心の塊がエレンだけど、エレンから見た特別は多分リヴァイみたいな一人で何でもできそうなやつ。ライナーどこが似てるんだ。似てるどころじゃない、同じって言ってるぞ。似てるか似てないかは俺が決めるぞ。これどのシーンだっけ。ちゃんと喧嘩してそうな顔してるけど、志願しな決戦前で肉食ってる時この後ジャンボを殴る。それは忘れてやれよ。エレンが頭進撃なのは間違いないけど、有害な獣を駆除発言はあの後泣いてたし、自分がやった行為からの心理的逃避として自己正当化してた部分もあるだろうから許してやってほしい。自分のことを普通だと思ってる異常者、異常者は大体自分のこと普通って思ってるらしい。俺結構普通なんだよな、の顔完全に目がいっちゃってる。人殺しの心理学って本読んだことあるけど、近距離で人を殺せるのは稀なやつだよ。大概は無意識に殺せなくなるらしいし、進撃の巨人関係なくメンタルおかしいとこある。他の作品にもいたが、一番恐ろしいのは特別な力じゃなくてその力を振るう本人がイカれていることってやつ。他のやつが進撃の巨人の能力を得ようがここまで活躍するのは無理だと思う。他のやり方があったら教えてくださいよ。初期、エレンってただ生きがってるガキじゃん。最近エレンやべえ、語彙力喪失。この頃のエレンを返して。最初からエレンはエレンだったよ。初見プレイで感情移入しながら全員生存チャレンジしてたから、主人公らしくしようとしてたのに、攻略本でバッドエンドネタバレされたせいでやけくそで方針転換して RTA 開始しただけで。無害な異常者と主張するならまだわかる。無害どころか今や世界を滅ぼそうとしてる魔王のごとき存在なんだよな。でも島が攻められなければ無害な異常者でいられたし。ライナーたちが壁を破って母親が目の前で食われてなきゃな。生まれた時からこうだったエレンさんは、ライナーたちが来なくても人生のどこかで何かやらかしてたんじゃね。すでにガキの頃相手が犯罪者とはいえ人殺してるしな。やらかすにしてもさすがに世界相手に戦うほどヤバくはならなかったんじゃないかなとは思う。でもテロ首謀者とか革命家とかの一般人目線でのヤバいやつにはなってそうだよな。そんで結局捕まって巨人の力みたいな特別なものがないので、そのまま死ぬ。やっぱグリシャの息子なんだなって。どうなんだろうな、
エレンって割と納得する理屈があるなら上からの命令にも従順だし、むしろ一般的なモラルや道徳はやんちゃしてる同年代より守ってる方だと思う。その代わり理不尽にあった時の爆発力が異常なんだけど、割と安定した社会で犯罪レベルの悪党に出くわさず、いじめっ子程度なら普通に喧嘩して終わってたし、何かしら将来なりたい目標とかできたら努力もするし、本当に普通の人生で終わってたかもしんないなと。特別なわけではない。ただ異常なだけ異常な奴が仲間のために頑張っているだけ。このクソ親父はエルディア復権のためなら妻子をクソダメに捨てるようなクソ野郎だからだ。幻滅した俺は間違ってた。生まれるべきじゃなかった。洗脳が解けたよ。ここクッソ性格悪くて好き。ライナー最悪だ。よりによって座標が最悪の奴の手に渡っちまった。間違いねえ、断言できる。この世で一番それを持っちゃいけねえのは、エレン。お前だ。今思うと正しすぎた。ご視聴ありがとうございました。